コロナ禍で結婚した人あるある。結婚式また延期になっちゃったね。これじゃあ披露宴じゃなくて披露宴だよ。延期続きの結婚式に披露する。あー、せっかくの結婚休暇、新婚旅行に行きたかったな。外出自粛で新婚旅行に行けない辛さ。結婚式の料金なのですが、感染予防のためパーテーション代金が追加でかかります。感染対策の追加料金が痛い。安くついたね。うん、日時だけでやるのも全然良かったね。仕方なく家族婚にした手入れ、職場の人や友達誰まで呼ぶか問題を考えなくていいし、料金低くなって逆にストレスフリーだったパターン。早く生まれてほしいな。一緒に幸せな家庭築きましょうね。コロナで恋人と一日中おうちデートする機会が増えた結果、授かり婚パターン。披露宴でのウェディング姿にマスクする似合わなさ。コロナのせいで結婚式やらない方向で彼女と話が進んだけど、結婚式あげる貯金なかったからセーフ。逆に結婚式をあげないでいい理由となってホッとしている人。どうもよろしくお願いします。こちらが私の両親です。両家の初顔合わせがオンライン。